強い冬型の気圧配置の影響で朝から雪に包まれた会津若松市。住民は朝から除雪に追われていました。いや、例年ないですね。最近ずっとそんなに雪降ってなかったから。24時間に降った雪の量は福島で8センチ、会津若松で22センチ、只見で43センチとなっています。住宅が多いこの辺りは通学路にもなっていますが、路肩には雪が溜まっていて、子どもたちと車との距離が近くなり危険な場所となっています。福島市では地域住民が通学路の除雪を行い、転倒を防ぐために砂をまいて子どもたちの安全を確保していました。で、新しい雪降っちゃうとね、見えなくなっちゃうんですよね、うん、そうするとね、やっぱりたまにはこう自転車の人も通るから結構危ないですね、これね、日陰や細い道に雪が残る福島市。分厚く張った路面の氷を砕きながら市道を除雪していますが、作業は進まず、今後まとまった雪が予想される場合は迅速に除雪車を出動することにしています。氷になる前に、要するに初動ですね、そちらの方を今回強化してて、除雪車の方を稼働させるというようなことも今後検討していきたいというふうに考えております。